上運動食ウタニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーマートの西野トルティア大豆ミート塩タルタルチキン風スパイシータコスミート風を食べたいと思います。どちらも以前通常の版は食べたことあるのです。大豆ミートになるとまた何が違うのかな。大豆ミート自体そもそもあまり食べる機会がないので楽しみですね。それではチャンネル登録よろしくお願いします。タルタルの方からいただきます。タルタルは割とさっぱりとしていて、タコスミート後からピンピンとシューティアクリーム、前回と変わらない美味しさでした。で、大豆ミートについてですが、やっぱり大豆なのでお肉ほど旨味がブワッとくるようなそんな感じではなかったですね。ただ、歯ごたえはありましたので、もうちょっと色々変えてみたら良くなるのかなという部分もあります。なのでお肉とはやっぱりちょっと違うかなという部分がありましたので、こちらも点数とさせてみます。決して悪くはないんですけど。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武終了。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。